はい、今日はこの司法書士の資格を取った後にいろいろな仕事をしたんですけど、その募集に面接ですねに進むときに履歴書を書いて出すんですよね。で、まあアルバイトなり派遣なり最初に履歴書を出すんですけど、この履歴書のところに大体経歴とかですね、まあ学歴がありまして、こうそのまあ横かどっかに資格の書く欄ありますよね。まあ備考のところに資格書く人もいるんでしょうけど、資格の欄があればそこに書く。で、そこに司法書士のと資格をですね書いて応募した時の反応なんですけど、まあ履歴書自体は合格しても書かれる方多いと思います。司法書士の事務所に就職するときに履歴書を書く。で、そのときに司法書士の資格書いて出しても、向こうの先生も当然司法書士の資格知ってるので、ああ、はいはい、持ってますね。で、終わると思います。それ以上、聞かれないとは思うんですけど、ただこれ、普通の、まあ、会社とか、派遣会社とかにですね、履歴書のところに司法書士って書いて出しますと、まあどういう反応が返ってきたのかと言いますとですね、まあ僕のケースなんですけど、対応、面接してくれた人は僕より若い女性の方だったんですよ。まあ一般的な、世間の常識の、持ち主の方だとは思うんですけど、で、その方が、ですね、まあこう、履歴書を見ていって、ああ、はいはい、一週間何回ですね、とかそういう確認して、資格のところで、この、司法書士の文字を見て、この資格はどういう資格なんですかって、まあ、聞いた後に、まあ僕答えようと思ったんですけど、答える前に、またちょっと追い打ちで質問がかかってきてですね、まあその、司法書士って何ですか？どういう資格ですか？だけであれば、まあ、普通の反応だと思うんですけど、その後に続いた質問がですね、まあ、ちょっと師匠ですかって聞かれましてね。師匠っていうのは、秘書ではなくて、司書の方ですね。こう、図書館とかで働く、別の資格の方ですね。師匠。漢字が、完全に、ダブってるか、一部の漢字を完全に使ってるので、まあ、間違えても無理はないのかなとは思うんですけど。で、その師匠ですかって聞かれた時にですね、まあ、僕、ちょっとそれは聞かれると思ってなかったので、師匠と、ちょっとびっくりしてですね、まあ、一から、説明するのもちょっと、難しいし、時間的なものもあるので、ちょっと違いますね、と、ちょっと違うと思います、と、まあ、答えてですね、まあ、相手の気を悪くしないように、こういう、まあ、ちょっと違います。その、登記とかする、資格のこと、仕事する人の持つ資格のことですねとか、まあ、いろいろソフトにオブラートに包んで答えたんですけど、まあ、大体こういう返ってくる反応は面白いですよね。まあ、世間の全ての人に知り渡ってる資格ではないので、まあ、いろんな聞き方があると思う。普通に「ああ取ってるんですね」で終わる場合もあれば、一番きついのはスルーですね。資格のところに司法書士って書いたはいいけど、全く触れられずに、はい、じゃあ明日何時から来てくださいと。まあそういうので、スルーされるのはきついですね。まあ何かしら触れてくれたら嬉しいかなというのは、まあ本当そのありがたみはですね、感じますね。で、その、触れられた時に、まあちょっと、変な質問であっても、まあ、ちょっとキョトンとするような質問であっても全然嬉しいですね、やっぱ。はい。まあ、そんなところでしたね。いろんな反応があります。今日は全く関係ないんですけど、まあ、司法書士では、そういう、資格取った後に、なんかアルバイトとか、派遣するとすれば、まあ、可能性としてもなくはないんですよね。この合格発表の後、研修の合間ですね。
まあ、独立の資金を貯めるために合間で働くときは、まあ、そういう履歴書を出す機会がないわけでもないと思うので、まあ、そういう反応を見るのもまあ楽しいかなと思います。余裕がある時ですけどね、はい、というわけで今日はそんな話でした。はい、ありがとうございました。